メガサフ TV。 いつの模様。同級生コンビ取っとかないと。はい、そんなわけで8月17日ね、次の日行われるチャプター福島第2戦の前日村に行ってきたメガサブです。この日はね、土曜日、朝の気温が11度とね、8月とは思えない気温だったんですけども、まあ一日パーカーにね、薄めのジャケットを着て、楽しめるぐらいの気温でした。まあ状況的にはね、さほどその前の週っていうのかな、息子と遊び行った時とあまり変わってないのかなと。ただサイズをどう釣り分けていくかっていうのを重点的にプラクティスを行ってました。まあ、エリア的にもね、あまり広く探らないで、自分がこの時期、得意というか好きというか、そういうエリアを重点的に回っていく感じで、プラクティスを行ってましたね。せっかく動画撮ってるのにもかかわらず、全くカメラ回してることを忘れて、ブログ用の写真撮ったり、ね、リリースするのも全然カメラ越しでリリースしたりしてました。あと、まあ、その他は魚を確認できればいいななんてね、ジャイアントベイト系を投げてたりとか、まあ、あとは表層に、浮いてくるでっかいのいないかななんて、ね、大好きなビッグバブを投げたりとか、ね、羽物を投げたり、まあ、要は確認作業ですよね。魚は釣らなくともどういう状況かということを確認していくっていうのが、まあ、他の人はね、どういうやり方でやってるか分かりませんけど、メガサブ的な、ね、いつも行う前日プラクティスっていう感じです、ね、結構まったりやってるんですよ、まったり。で、この後が最も重要なプラクティスに入ります。あ、このピール、ピーね、360度。最も重要なプラクティスっていうのは、まあ湖上から陸上に上がってから皆さんとの情報収集っていうかね、心理戦ですよ、心理戦。いろんな話をして、みんな何考えてんのかなって、またね、これが桧原湖に行く楽しみの一つでもあるんですけどね、もうね、黙々と練習する、準備する人もいれば、俺みたくうろうろする人もいれば楽しいんですよ。今360度いくから360度。こういう感じで360度いくよ。360度です。落ちてきた。大高さん、ライブスコープも購入だそうです。嘘でしょ。ピー、みんなピー。小田さん全部モザイク入れてきますからね。外部の人がいて誰か分からない。他社製品だけは伝えない。あれ。適当に動画撮って切った果たして前日ぶらへん。なんて俺なんか秘密隠されてねえか。え？あ、なんかこれ秘密。やらしいね。で、さらに深い心理戦が行われるのが、いつもお世話になっているさだなみそうさんの夜の宴の場でございます。トップ50のね、山岡プロや笹プロなどもプリプリ
らに来られてるような日だったんですけどね、とにかくもう夜はね、ピーヨン入りまくりな夜です。社長も赤裸々だな。さすが会社なんだよ。これも含めて前日プラン。ご視聴ありがとうございましたね。桧原湖の夜、さざ波荘の夜、これがまた楽しいメガサブでした。